皆さんこんにちは、山カフェです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、こちら、はい、掃除機ロボットもここまで来たかと思わせるサイクロン吸引機付きのロボロックの最新型 S7 プラスになります。まずはこの掃除機の特徴から。ロボロック S7 プラス、吸い取ると拭き取るの性能が一段と強化、水拭き機能がさらに進化、サイクロン式と紙パック式が選べるゴミ収集方式、 2500PA の吸引力と静かな動作音、賢いマッピング機能ということで見ていきましょう。このロボロック S7 プラスの特徴ですね、僕が主に尖ってるなと思う機能2つあります。まず1つ目が、サイクロン式のね、ゴミ収集ドックというところと、もう1点が進化した水拭き機能ということですね。まずはね、このゴミ収集機能ドックについて見ていきましょう。もうね、これ見た感じもうサイクロンですよね、ここね。はい、で今までのこのゴミ収集機能がついているものって、大体がね、紙ゴミパック方式でした。でこれが今回サイクロン方式を採用しているということなんですね。でサイクロンのいいところっていうのは何ですかね。ゴミ収集ボックスとかサイクロンセパレーターがですね、水洗い可能ということなんですよね。これ結構ね、重要なポイントなんじゃないかと思います。いろんなね、ホコリなんかを吸い取った後に、掃除してね、きれいに保っておきたいと思うんですよね。なので水洗いが可能というのは非常にね、ポイント高いんじゃないでしょうか。でそしてですね、なんといってもね、ゴミが見えるということですね。よくあることだと思うんですけども、吸い込んじゃいけないものを吸い込んじゃったりとかした場合にね、サイクロン方式だと、ゴミの中身が見えますから、確認ができるということですよね。掃除機かける前には、床をね、一通りチェックしとくっていうのは、しとけよっていうことなんですけども、地味にね、嬉しい機能ですよね。そしてなんとこちらですね、紙パック方式も選べるんですよ。これはこれでね、嬉しいですよね。サイクロン方式から紙パック方式への変更っていうのはね、結構簡単です。サイクロンの部分を取り出して、それから付属のですね、アタッチメントをつけて紙パックをセットすると、そういう感じなんですね。それでですね、紙パック方式の逆にいいところっていうのは何なのかと、考えたらですね、そうするとこうゴミを捨てるときに、ゴミが舞い散らないということですかね。あとはサイクロン方式ですと、ゴミが見えるっていうメリットの反面ですね、当たり前なんですけども、ゴミが見えちゃいますから、掃除が終わった後にね、放置しておくっていうことはちょっとしにくいんじゃないかなと思うわけですよ。掃除のたびにね、ゴミを捨てる必要があるかと思います。これをね、どう判断するかということですね。で紙パック方式の場合は、最大60日分は溜め込めますから、僕のようなね、ズボラな人間にとっては、もしかしたら紙パックの方がいいのかなとも思ったりします。次にですね、水拭き機能についても見ていきましょう。最近のロボット掃除機って水拭き機能が付属しているもの増えましたよね。でこのロボロック S7 プラスも同様です。ロボロック S7 プラスが他と違うのは、モップに力を入れてね、高速振動で汚れを拭き取るというところですね。で前のモデルの S6 MAX-V や S5 MAX との比較だと4倍強化されているということです。これはね、すごいことですよね。それから水拭きするのと、それからしないのとでは、床のね、気持ちよさっていうのはかなり違うと思うんですよ。で高速振動で拭き取ることで、しつこい汚れがね、拭き取りやすくなるということです。で、我が家はね、犬とか猫のペットがいますし、それからほぼ全員がね、裸足で過ごしていますので、床にはね、皮脂などの汚れが、結構あるわけですよ。なのでこういった水拭き機能の強化っていうのはね、非常に嬉しいところです。でまたね、すごいのが、モップ部分がね、自動で上下するということですね。これはかなり便利なんじゃないかなと思いますね。
カーペットを感知するとこの水拭きモップ、ここね、水拭きモップ部分が自動で5ミリ上に上がって、まあ、吸引掃除だけするよということらしいです。これめちゃくちゃ嬉しいですよね。でこれね、試したかったんですけども、うちね5ミリ以上のちょっと絨毯ばっかりで、そこを試すことができなかったですね。あとは最初のマッピング時にですね、自動的に多分これ絨毯エリアだよっていう認識をしてしまって、モップで試そうとするとね、そこの絨毯エリアに入ってってくれないんですよ。まあこれはこれで非常に嬉しいことだとは思いました。ちょっと試したかったですよね。はい、あと地味に嬉しいのがですね、絨毯部分の走破性が強いということになりますね。これ機種によっては、なんていうんですか、車輪の力が弱くてですね、なかなか絨毯部分進まないっていう機種もあるとは思うんですけども、このロボロック S7 プラスの場合ですね、その車輪のね、パワーがありますので、絨毯部分に入ったとしても、割とね、ぐいぐいぐいと進んでくれて、まあ掃除がね、ちゃんと終わるというのが、非常にね、嬉しいことです。まあ、これ、結構当たり前のことだとは思うんですけど、なかなかね、その辺って、ご家庭によってね、絨毯の厚みとかが違うとは思うんですけど、そこがよく考えられてるんじゃないかなというふうに思った機能の一つです。機能なのかな？まあ、良かった点ですね。はい。で、個人的にね、いいなと思ったのが、アプリですね。アプリがね、これ使いやすいんですよ。結構大事です。やりたいと思ったことがね、このアプリを見ればすぐにわかるということですね。で、アイコンの説明とかもわかりやすくて、まあ、自分がやりたいことにね、割とすぐにアクセスできるんじゃないかなと思います。この最初に開いた時にマップが表示されるんですけども、ここからね、いろんな機能にアクセスをしにくいんですけども、多分ね、一発難しかったとしても、割とすぐにたどり着けるんじゃないかなと思います。で、他のね、ロボット掃除機もそうなんですけど、まあ大体ね、アプリって似てるんですよね。まあそれを何かね、こう自社の機能をアピールしようとして、まあなのかちょっとわかんないんですけども、ちょっとだけね、独自性をまあ出すわけですけども、これに失敗しちゃうと、ちょっとわけわかんなくなるわけですよね。まあその点、ロボロックのアプリっていうのは、僕個人としてはですけども、非常にね、わかりやすいインターフェースだなというふうに思いました。はい、そしてですね、マッピング機能も素晴らしいです。高精度 LDS レーザーセンサーがですね、正確にマッピングしますので、部屋の間取りがね、まあ、スキャンされるわけですけども、まあ、このねマッピング機能が、正確なおかげで部屋指定での掃除、それからエリア指定での掃除、またね侵入禁止エリアの設定なんかも、まあ、できるわけですよ。まあ、これがねマッピングが正常じゃないと、まあ、変なとこ入っていったりしますんでね、まあ、この辺ねロボロック S7 プラスは優秀なマッピングだと思いました。で、気になった点もありましたので挙げておきましょう。サイクロン式っていうのは非常に素晴らしいんですけども、これね、紙パック方式かどっちかでも良かったんじゃないかなってちょっと思いました。まあ、最初にねサイクロン式の説明でもしたんですけども、まあ、結局ねサイクロン方式っていうのはゴミが見えますっていうのがメリットなので、まあ、その反面ね掃除後に放置しておくとゴミが丸見えになっちゃうわけですよ。なので、まあ、掃除後都度ねサイクロン式の場合は中身を片付けるという一工程が挟まります。まあ、でもその反面ね水で洗うこともできるので、まあ、清潔に保てるということですね。まあ、場合によって紙ゴミパックとサイクロンっていうのを使い分けるってことは、どうなんですかね、ちょっとしにくいのかなっていう気もするし、まあそもそもめんどくさいですよね。なのでまあどっちか一方選択しとけばよかったのかなっていう気もちょっとしなくはないですね。で、次がですね、二眼カメラ機能も装備してほしかったなとちょっと思っちゃいました。まあ実は以前にロボロック S6 Max V をねレビューさせていただいてるんですけども、このね S6 Max V はなんと二眼カメラを装備していて、まあ、障害物があった時にカメラとね AI で認識して、まあ、避けることがあったんですよ。そういう機能がありました。これはねやっぱりね非常に良かったんですね。物体を検知して、まあ、これリモコンだよとか、例えばペットのうんちだよとかですね、いうのも避けてくれるわけですね。今回のこれ S7 プラスにはないです。まあ、V がついてないからかな、ちょっとわかんないですね。で、欲を言うとやっぱりね、二眼カメラ機能がついていれば、もう最強だったんではないかというふうに思うわけですね。はい、ということで、世代を重ねるごとに進化するロボット掃除機、ロボロックの最新型 S7 プラスのご紹介でした。いや、もうね、進化する場所とか機能がないんじゃないかと思う気もしますが、まあ、毎回ね、びっくりするような機能を装備してきますよね。
ロボット掃除機はやっぱりね、日々の掃除の手間をかなり省いてくれますから、まだ使ったことがない人はぜひね検討、またねもうすでにロボット掃除機使ってるよっていう方もですね、まあ、強化された水拭き機能とかサイクロン式できれいに保つっていうことをこのねロボロック S7 プラスで、まあ、体験してみたらいいんじゃないかなというふうに思います。僕のチャンネル山カフェでは在宅勤務をね楽しく効率よく過ごすためのガジェットの紹介やメカニカルキーボードのね紹介なんかもしていますので、よろしければチェックしてみてくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。